マーク425インチ炭素側射砲はアメリカ海軍の艦砲システム54口径 127mm 砲マーク18を炭素砲等と組み合わせた療養法である第二次世界大戦後期のアメリカ海軍軍艦が搭載した対空兵器は監視にかかわらず遠距離用として38口径1 2 7センチメートル砲。 中距離用として56口径 40mm 機銃近距離での最終防御用として70口径 20mm 機銃の3種類に統一されており、部隊の重心的な防空網が構築されていた。その有用性は実戦で証明されていたものの、性能向上を続ける航空機に対して将来的な不安が残るものであった。アメリカ海軍兵器局では、 すでに1939年より38口径 12.7cm 砲の口径となる54口径 12.7cm 砲の開発に着手しておりマーク39単装砲としてミッドウェイ級航空母艦に搭載し装備化した。これは既存の38口径 12.7cm 砲と比して 方針長を増したことで初速の増大と射程の延伸を図ったものの人力装填方式のため射撃速度は著変なく戦後に飛躍的に発達した高速のジェット機に対抗するには不足と考えられた。このことから54口径1 2 7トル砲と同様の長方針を採用しつつ装填 球団機構を自動化した省力砲として開発されたのが本砲である。開発は1950年に完了し、オレゴンシティ90巡洋艦を設計変更した戦術指揮艦ノーザンプトンに搭載されて装備化された。本砲システムは露天艦板状の砲頭部とその直下の上部揚げ弾薬機、完成板を備えた乾燥室、さらにその下の下部揚げ弾薬機と、 二機の円筒型断層を備えた玉火薬供給所から構成されている。操作要員は16名で、砲塔内に4名、乾燥室に2名、玉火薬供給所に10名が配置される。またシステムの簡素化を図った最終発達型であるモッド10では、砲員は12名に削減された。本砲システムの最大の特徴は、 毎分40発という高い発射速度であるが、これを実現するのが、溶弾薬作業の機械化である。溶断薬機構は、左右2組が設置されており、交互に装填することで、発射速度を倍増させるとともに、片方が故障しても、他の1組によって、毎分20発の射撃を継続できるよう配慮された。最下部の玉火薬供給所においては、玉火薬層から取り出された。 砲弾、薬莢が人力で、ドラム型弾倉に装填される。弾倉に装填された弾薬は、一体となって、丈夫上げ弾薬機まで、垂直上げ弾された後、回転式移送装置により、砲塔に従属する、溶弾薬機に移送され、砲塔内に垂直上げ弾される。ただしこの機構の複雑さが故障を招いているとの、指摘もあり、実際には、発射速度、 毎分30発程度まで落として運用していることが多い。砲塔は角に丸みを帯びた箱型で、新型のマーク18砲が単層に配されている。初期型においては、砲塔天外上全部の左右両側に、砲塔操縦士の照準用として、半球型ドームが設置されていた。左側が対水上射撃用、右側が対空射撃用で、 艦の射撃照準用包囲板が故障した場合の方、側照準用のものであった。ただし、後期型では、右側のドームが廃止され、目倉蓋で覆っているもの、あるいは完全に廃止しているものもある。38口径12.7センチメートル、連装砲2機を基準とすると、本砲2機の防空火力は1.5倍と見積もられた。 また本砲をマーク68砲射撃式装置と組み合わせた場合、中高度、中速直進目標に対する対空有効射程が約5000ヤード、発射弾数20発時の有効弾確率が約5%とされていた。クラマ搭載のマーク42マデンマイナス7、アメリカ海軍、エジプト海軍、オーストラリア海軍、海上自衛隊スペイン海軍、 タイ海軍、台湾海軍、ドイツ海軍、トルコ海軍、メキシコ海軍。ありがとうございます。